プロスピエースというところで、この前先日ですね、ミルダムの放送でクレイさんと会ってですね、あのクレイさんにリーグオーダーをちょっと見てもらったんですけども、里崎の今リーグオーダーは、こんな感じです。キャッチャー鶴岡、サードゴメス、ショート坂本、セカンド殿崎、ファースト福浦さん、で外野がデスパイネ丸、鈴木誠也で、ベンチに亀井小林、福留マギで、柳田が DH で、投手がダルビッシュ涌井、千賀石川、則本で、山本ブセニッツ、ライデル・マルティネス、木塚、ウチと長川がベンチっていう、このリーグオーダーになってます。この木塚が入ってるのはですね、DeNA がいないっていうところで、12球団をするというところで、この木塚と野手の、福留は阪神がいないんで、リーグオーダーを保つ、12球団を保つために福留と、を入れてるっていうね。で、発動コンボはこんな感じです。だからミートが8人いないんですよ。ミートパワー同値の選手をあと2人増やしたいんですよね。で、そうするといいよってクレイさんが言われて、あとやっぱ極みになってる選手が現状ダルビッシュと千賀しかいないんで、だから次アニバーサリーあるじゃないですか。僕アニバーサリーで極みにできることが、だから俺アニバーサリーで一気に強くなると思ってんので、あとね、クレイさんが言うには、最近このプロスペースをやってる人がめっちゃ多くなってて、このリーグオーダーのレベルが上がってるらしいんですよ。だから昔に比べると上覇王に行くのがめっちゃ難しくなってるらしいんですよね、人が多くて。だからそういったところもどうなるのかっていうところで、今ねリーグオーダー待ちです。だから今里崎は A のレベルマックスをめっちゃ持ってるんですよ。こういう風に、だから内川とか4人来てて、大山、岡本を持ってるでしょ。グラシアルなんて俺 1,2,3,4,5,6,7 いるからね、 A がグラシアル S 待ちよ。いつ来てももうすぐ極みよできる。で、あとはチーム別でやってきてるのかな。巨人だと大城も4体いるからね。で、 S1 体持ってるから、サンチェスも 1,2,3,4,5 サンチェス6体だから、サンチェスもいつ来てももうすぐ極みで、極みで称号いけるね。あとデロロサがめっちゃいるの、 1,2,3,4,5,6 体で、あと戸郷はね、多分新人王とかなんかだったらベスト9タイトルホルダーが出るじゃん、あれ待ちだね。で、大城も多分ベスト9タイトルホルダーで出るから、それ待ち。あと西武少ない、殿崎待ち。ソフトバンクもグラシアルね。あと高橋これめっちゃいるんだよね、高橋純平。あと和田だって 1,2,3,4,5,6 体いるからね。あと DeNA とかはね、もうあんまりいない。謎に柴田だけがめっちゃいる。楽天もあんまりいない、どうしようもない。逆にアニバーサリーは誰狙いなんですか。そうだね、全員だね。誰でも、全員狙っていくね。あと大山が3人、阪神、ロッテ、増田、1,2,3,4,5、増田5人いるんだけど、アニバーサリー増田がじゃないの。なんでだよって。鳥谷です。そう。なんでだよみたいな。カープも少ないな。ファイターズもっと少ない。なんでファイターズはこんなに誰も出てこない。ドラゴンズも少ない。謎に加藤だけがめっちゃいるっていうキャッチャーの。で、今一人育成中だから。オリックスも少ない。福田だけがめっちゃいる。福田 T 岡だ。ヤクルトもめっちゃいない。もう一人ずつ。ちなみに S はね、こんな感じでいっぱいいます。待ってます。来るの。で、あと寮にもね、控えてるんですけど、もう寮は見せないです。さあ、ということで、ガチャ、スカウトの、この電話が鳴った。奇跡の撮れてない動画が撮ってたのに、あ、電話かかってきて切れたね。電話かかってきたしマジ逆だよ、ほんと。電話が来ると録画が止まるっていうね。はい、もう一回再生をしました。マーティンが欲しいんだよね、俺。マーティンいっぱい持ってるから。で、マーティン出ないじゃん、アニバーサリーで。
だから補給 F、 補給 F って肩 S だけどね、補給 F 大丈夫なのかな守備。まあでもあのなんちゅうの、純正ね、純正のために使う。あとは吉田正尚欲しいの。でもアニバーサリーも出るじゃんね。だやっぱり1位はあれかな、で鈴木誠也は持ってるから俺、セレクションのやつをね。マーティンだね、マーティン狙いだね、圧倒的に欲しいのは。うん、マーティン、マーティン一択。自チームをロッテにして3回だけ1万円分のみでマーティン引けるかどうか勝負。それ以外もうそれ以上しない。3回勝負。さあいくよ。だから 50% でね、自チーム確率で新選手 30%、 1、2回目は。でもその5回、あ3回レッツゴー。音消してた、つけました、出てます。今から、今まで音はありません。突き出てるよ。突き出てるだけか。期待なしか。飛ばないよね、どうせ。あ、飛んだわ。2個唐島、シュート、今宮、佐野、湯気、森脇、森原。さあ、最後井上誠也。さあ、2回目。なんも出ない。これはもうダメだ。キラキラで光ってるよ、光ってるけど、どうなの。ゴー。ラストカモン。星は出てるよ、流れ星はないけど。お、長寿君絶好調。イエーイ、長寿君絶好調。なかなか来ないやつ、イエーイ。これあるんじゃないですか。これはあるね。でも炎あれ確定だもんね、1個はね。マーティン頼む、マーティン。ほら2個になった、マーティン来た。太田、1個だけなのか。おお、かい。最後ハーマン。まあでもシリーズ2の太田守備めっちゃいいからね。まあいっか、十分だよね、当たったらね。 OK、 マーティンじゃなかったけども、3回目で新選手確率 40% だもんね。自チーム 60%。 しかもだって太田はね、称号をうまくできれば同鎮なんだよね。だからいいよね、リーグオーダーには。よっしゃ、イエーイ。